はい、こんにちは、あきのめです。デブギャングです。俺たちミッドナイトウォーズです。今回はゲストに来てもらってます。どうも、こんにちは。お名前をどうぞ。あ、雄大です。雄大です。テロップの青です。僕の幼稚園からの幼馴染です。はい。じゃあ なんでこいつがいるのか、うん、彼、今ちょうどハロプロにハマりかけてます。すごい。いいじゃん。彼今悩んでます。何を？ファンクラブに入るかどうか。ああ、確かにそこ壁ありますからね。そう、うん、1個壁があるものを、はいはい、僕たちがプレゼントというかちょっとずつお話をして聞きたいことだったら聞いてもらって、うん、そして入っちゃおうかなっていう気になっております。今日入ったらね、うん、なんかいいよね、なんかね、なんかね、あのハローに貢献できる感じはないしね。強制は全くしないですけど、ね、そう、強制はしないですけど、もちろんしないですけど、まあ、うん、プレゼンをしてみようかなという、そうですね、新規のオタクを捕まえてみたという動画でございます。始めていきます。それでは、はい、It's Tasting Time。 さて、力入るね。じゃあ雄大、はい、今のところ、うん、あ、雄大、うん、今のところね、うん、なんか行ったイベントとかはまだない？ライブビューイングに行きました。おお。何の？笠原桃奈さんの桃源郷だ。桃源郷の、なるほど、ライブビューイングに行ってるんですよ。素晴らしい。しかも彼、はい、最後の最後まで一般狙ってました、うん。あー、ずっと、いいね。10時からだよね、先着だよねってLINEが来るんですよ。基本武道館のチケットとかはまあファンクラブで、一般であるのはもうほんとね、ほんのちょっと上の方しかないから、上の方から1階のあのもうちょっと上が見えないみたいなね。そうそうそう、あの天空席って言われるところですね、しかないんだけども、でもやっぱ生で見たいじゃないかということで、雄大は一般で頑張ってたんですよ、うん、なんで急に好きになったの？きっかけは、はい、朝のトークって何が悪いのに、はいはいはい、佐々木理香子さんが、あ、こっちね、理香子の方なんだ。そっちなんだ、なるほどね。ドラマの方だね。そうそうそう。おー、そういうところ、可愛いところ、かっこいい。いや、最初は可愛いと思ったんです。なるほど、なるほどね。個人のインスタ飛んだら、うん、めちゃくちゃイケメンじゃんと思って。そうだね、理香子、私服じゃないからね、バクイケだから。そうそう、バクイケだと思って、グループなんだって、アンジュル。ああ、そう、なるほどね。ってなって、YouTube で愛されると。ああ。でねって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 ですね。ああ、いいね。良すぎるってな。そうだよな。そう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 。で、すぐ連絡したの。そう、もうあの、私が、あ、YouTube でもう行ったんだ。私、小中学校の友達と連絡取らないけど、こいつは取ってんのよ。すごい。そうそうそう。すごいよ。こいつは中学水泳部でもないからね。水泳部の連中。友達まだいたんだ。水泳部の連中。隠してるな、まだな。水泳部の連中と、うん、こいつなの。したらこいつがハマったんだ。そう、なんかあるのかも。みんな興味ないのに、うん、こいつが急に連絡してきた。佐々木理香子さんが可愛いねって。素晴らしい。ハマったと思って、うん、あん時でもまだそういう人も何人かいるじゃん、可愛いねぐらいの連絡でテレビ出たねと思ったら、小瀬チームいいね。花鳥風月ですね。普通にハロプロちょっと気になったなって人は花鳥風月が何のことか分かるわけないの。だって今ぐちゃぐちゃでやってんだから。そうだよ、花鳥風月、花、鳥、風、月って4チームありますからね。その中の風チームがいいねと。これオタクばっか見てる YouTube だから、これ何も説明もなしに花鳥風月って言ってるけど、普通の人はアンジュルムでまず理解しなきゃいけないのに、今アンジュルムがバラバラになって花鳥風月の4チームに分かれていますって言ったらもっと混乱するわけだ。だけど風チームがいいね。そう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 、ライン風チームがいいねってライン来たから、こいつハマった、来た来た来たって。私がちょくちょくでラインでね、じゃあ今からイベント行ってきまーすって言われます。そうそうそう、やらしいな。何のイベントって聞くから、うん、まあファンクラブしか入れないいけないんですけどね。種をまいといて、ひでえ友達だよな。そしたらファンクラブって何なのってなるじゃん、うん、バースデーイベント行きたいってなるじゃん。そう、バースデーイベントとかね、ファンクラブ入んないといけないからね、うん、そんな時にファンクラブ入ってないと、しかも割と早めに入ってこないと間に合わないよっていう風にね、ちょっと伝えてたら、ちょっと今揺れかけてる。なるほど、揺れかけてる。何が今障壁とかある？そういうファンクラブとかに入ったことないから。ああ、なるほどね。まずその壁がある。なるほどね、うん、初めてのファンクラブね。そうそう、初めてのファンクラブ。あと性格上、うん、長くハマるかもちょっとわかんないっていうのが。そうね、今日ライブビューイングとかそういうのに行こうと思って実際行ったのも初めてだったから、うん、確かにそうね、そこの実行力ってのはね、確かあるから、うん、一つ壁あるし、別に友達とかいないで一人で行ってるんだったらなおさら。そう、すごい。そう、武道館なら一緒に行けるじゃんと思って、武道館の一般申し込めよって感じだったの、うん、でもう行けないってなって、あ、じゃあもう今回見れないんだと思って、まあ、DVD とか買ったら貸してあげようかなと思ったら、
じゃあライブ行ってきますって言ったから、すごい、一人で行くねって一人で行ったから、だからやっぱそこの意思があるのはすごい素晴らしい、うん、まあ、確かに長くハマるかどうかわからないでしょうけど、うん、そんなちょっとじゃあハロープロジェクト全然わかりませんよってだけは言ってるから、そんなね、うん、すぐに飽きちゃうかもなと思ってるかもしれないけど、うんうんうん、ハロープロジェクト今もう椿の CD もご自分で買われたんですよね。ってことはね、ってことはだよ、もう足を突っ込んだんでしょ、うん、じゃあ一通り学ばないと多分出ていけなくなっちゃうので、うん、で、こんなあなたにお知らせです。ハロープロジェクトのファンクラブは1年間です。1年で更新更新です。そう、うん、ってことなので、1年でまずハロープロジェクトを学べないので、はいはい、とりあえず1年入ってみるっていうのも、あってなんじゃないかな、まあ、確かに。なるほどね。今、大学生ですか？大学生。同い年ですよね。同い年です。だったら、まあ、大した額じゃないんですよね、正直。そうなの。中学生とか、まあ、高校生だったら、確かにわかるんですよ。おっくりなの、うん。でも、大学生、この額、大したことないんですよ。一般会員は、7000、6000、7000ぐらい。7000円くらいしかしない。で、アルバイトしてんじゃん。月々そこで。月々で割ると、月500円しかしないんだよ。月500円で、ね、バースイベントとかに申し込む権利とかね、あとまあ開放だったりとか、ファンクラブ入ってないと買えないようなグッズとかもあったりね、うん、確かに幅が広がるんだ、ね、楽しみの幅が広がるし、これ何よりも言いたいのが、ファンクラブに入んないとコンサートを最前で見れない。そうなんですか。あなたはずっと天空席にいることになるんですか。そうそうそう、まあ、基本的に、まあ、ハローコン、まあ、花鳥風月、風公園見に行きましたってなっても、一般で入ったら、まあ、2階席の、まあ、後ろの方とかが基本になると。でそうなると、やっぱり、双眼鏡使わないといけないしね。そう。結構厳しい戦いになる。たまにファンクラブ入ってても後ろの方はあるけど、はい、ファンクラブ入ってないと、後ろの方しかないんだな。そうなんだ。だ可能性の獣を掴むためにも、やっぱり前に行くためには、まず入るしかないんだよな。そうだな。入ってから、うん、スタート。かなり気になることとかあります？バースデーイベントとかは、はい、実際、うん、楽しい。お前お前お前ちょっと気になるんですよ。気になる？やっぱ行ったことないんだよね。いいね。いい。もう、行く気満々だ。バースデーイベントはね、この世で一番楽しいところですよ。きなこのバースデーをお祝いできるんだよ。そう、しかもその人も自分の誕生日だからめちゃめちゃ楽しそうなんだよ。そう、うんうん、しかも結構気合入ってるんだよ、うん、私だけのステージっていうのがバースデーイベントとか、はいはい、で衣装もその日のためだけに作るし、うん、グッズとか撮影とかもその日のためだけに、セトリも全部その日のためだけに考えるから、うんうん、めちゃめちゃ凝ってるんだよ、うんうん、本人が一番凝ってるのがもしかしたらバースデーイベントかもしれない。そうね、しかもそんな高くないんだよね、バースデーイベント。バースデーイベントってファンクラブイベントそんなに高くないんですよ。あ、そう、バースイベントはその普通にコンサート行ったら8000、9000くらいするの。そう、結構するのよ、コンサート。けどバースイベントはもう5000から6000の間に収まってます。そうなんで、しかもロゴです、大体横浜です。お、ラッキー。そう、今はね、ラッキー、まあ、横浜か新宿だったんだけど、最近新宿でやんなくなっちゃったから、結構横浜で。ほとんどがランドマークタワー。ランドマークタワー。ランドマークタワーがゼップ横浜。ゼップで、そうだね、そこでやってる。めちゃくちゃ行きやすいんですよ。めちゃくちゃ行きやすい。すいで、あなた、リカ子ちゃんでしょ、行きたいなら。そうそうそう。5月でしょ、あ、今入んないと。そろそろ入んないと。あの、ファンクラブは、まあ、まず申し込んでから、カードが届くまで大体1ヶ月かかるんです。で、バースイベントって大体2ヶ月前くらいに募集があったりするんですね。だから、まあ、3ヶ月前くらいには入んないといけないから、今12月でしょ？まあ、で、就活がもうちょっと忙しくなってくるから、まあね、今入っといた方が、まあ、確実かなと思いますね。来年の5月のリカ子のバースイベントには、まあ、確実に向かえるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。あと今入ればひなフェスの応募間に合います。ひなフェスってひなフェスって何ですか。ひなフェスというのはですね、ハロープロジェクトのメンバーが全員出てくるもう春のお祭りです。各グループごとにプレミアム公演があって、あんた今のところグループで言うとどれが好きとかある？アンジュルム、まあ、椿かな。なるほど、なるほど。去年私が言った椿ビヨーンズプレミアムって言うんだけど、それはもう椿とビヨーンズの曲を、うん、ほとんどやるし、しかも椿とビヨンじゃないグループも椿とビヨンの曲で盛り上げてくるみたいなコンサートなんですね。しかも結構大きい会場でやります。で、しかもライブまでにちょっとなんか売店とかも出るんですね。ひなフェスとかでは。そう。以前までだったら、あのメンバーが直接手売りしてくれる、うん、あの里山里海とかがひなフェスとかはやってたんでね。そのメンバー手売りのイベントの後にライブっていう流れがあったんだけど、今ちょっとね、手売りができないから、まあ売店だけ残って、ちょっとお祭りの感じだけ残ってるんですよ。
対楽しいでしょ。絶対楽しいよ。絶対楽しいよ。しかもだから椿の曲をアンジュルムやるのを見れる。そうですよ。そうです。逆もしかり。逆もしかり。プレミアムに行くことによって、あのリカコがあの今夜だけ浮かれたかったって出てます。やるとこも見れる。初コンサルなんですね。見れる。やります。マジで熱いでしょ。熱いな。さあさあえ、まあ、じゃあ最後に、はい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 、2人が入って、はい、よかったなって思ってたよ。ああ、あげたら切れないけど、うん、とりあえずはそのイベント系、うんうんうん、僕もイベントに行くことが人生の目的になってますから今のところ12月なんてイベントで埋め尽くされてるわけですよ。だって12月あなたは何回イベント行きました。もう今のところでももう3回ぐらい行ってますからまだね、今日7日8日とかまだ7日ですよ。始まってもう行って、ビヨーズのクリスマスイベントも行ったし、稲葉さんのバースイベントも行ったし、桃姫も平井さんもバースイベントありますよ。ここら辺に全部行けるのはファンクラブに入ってるからだし、佐藤さんの卒コンも当たりましたよ。これなんで当たったか、ファンクラブに入ってるわけですよ。これだけで言うわ、これだけ強いな。そうなんですね。いいですか、うん、どうぞ。まず入らなきゃ何も始まらないんですよ。イベント行くにもそう、コンサート行くにもそう。で、僕は実際後悔してました。デビキャンさんもそうでしょ。そう、カントリーガールズの最後に応募しようと思ったら一般じゃ無理ってなって、チケット取れませんでしたって言って、うん、なんかブル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 してね、部屋の隅でうずくまってましたけど、その時デビキャンさんはそういう風にならないために、うん、今入るしかないんじゃないですか。なるほど。入るか。どうする？もう別に何もなしで一旦今ちょっとノリでね、うん、入るかって言ったかもしれないけどいや、けどやっぱイベントも行ってみたいし、そうね、ライブ絶対来年もね、そうそう、あるあるある、ライブ行きたい。よし入る。よしおめでとう。おめでとうございます。仲間で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 す。まだ会って15分です。じゃあ雄大ハロプロのファンクラブに入ります。やったー。おめでとう、雄大。お願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、今回、まあ、ハロプロ新規の方をね、さらにもっと沼にはまらせるべく、ちょっと我々でプレゼンみたいなのをちょっとしてきましたけども、強制というか、もう結構入りたいっていう気持ちを、ね、固めてたから、まあまあまあ、この曲にしたいということで言いますかね。ちょっとね、今日で、そうだね、決心が。一緒に楽しんでいきましょう、ハロプロで。はい、楽しみましょう。イベント行くときにちょっと連絡してな。多分行くかな、一緒に行こう。まず一緒に行ったらな、そうそう、楽しめると思うので。心強い。あ、うん、ま、任せてください。お願いします。じゃあ一緒にハロプロ楽しんでいきましょう。はい、今回終わります。それでは、バイチュン。